こんにちは、いもこです。今日もスーパーマリオメーカー2やっていきます。Who is older? これは割と自信ありますよ。誰が昔からいるかってことですよね。はい。クリボーとサンボ。これ間違い探しと違ってすぐ行っちゃっていいですよね。クリボー！クリボーだって一番最初からいるもんね。サンボは、USA からかな？ドキ。あ、でも、マリオワールドのが先か。ドキ。ドキ。はーい。ピンポーン。クリゴーは1985年で、88って、あれ ?3 か。3からいたっけ？ほうほうほう。ごめんなさい。自信あるって言ったのに。あ、強化してくれる。何回か間違えて平気ってことかな。次。ワンワンとブロス。ハンマーブロス。あ、ハンマー投げてくれるから、投げてくれるじゃん。投げてくるから一応のためにこれがあるのか。当たんないように。これも割とすぐわかりますよね。ブロス。ブロスは最初からいるもん。ワンワンは3からだったと思います。じゃじゃん。じゃ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 ん。はい。だからこっちでいいんだよね。この赤と青の配色でわかんなくない。ドッキ。ドッキ。ヘイ、オッケー。土管がオッケーでいいのかな。ピンポーン。イエーイ。めっちゃ攻撃してくるやん。あ、中間、イエーイ。はい、で次は月相とプクプク。ん？どっちも最初からいない？どっちも初期からいるよね。どっちがより最初のステージに出てきたかってこと？プクプクのが早いんじゃない？それだったら。ちょっとうろ覚えだな、私。でも、プクプクのが早いと思う。じゃあ、こっち。ドッキ。なんだよ。そうだよね。笑われたし。そうだよね。同時だよね。そうだよね。一緒にいるもんね、この子たち。イェイ。はい、ファイナル。ついに最後。クッパジュニアとハナちゃん。君も攻撃してくるよね。これはですね。はい、ハナちゃん。クッパジュニアはサンシャインとかからだもんね。ハナちゃんは、マリオワールドからだったと思います。クッパジュニアね、クッパ七人称のが先なのにね、すっかりもう、坊ちゃんで、クッパの息子になっちゃって。はい、では、花ちゃんでいきたいと思います。ドッキ、ドッキ、ドッキ、ヘイ！はい、よかった。そうだよね、クッパジュニアそうなんだよね。お、イエーイ！全問正解。なので、心してゴー！やっぱ全問正解だと気分いいですね。コースクリアー。はい、せっかくなので2もあったのでやっていきます。 Who is older 2。 お、3D スキンだから新しいね。はい、カロンとピョンチュ。はい、ではいきますよ。カロンです。カロンは3からだったと思います。ピョンチュは割と新参者だよね。だって 3D ワールドぐらいから出てきたからね。ピョン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 、いて、よいしょ。はい、ピンポーン。そうだよね。カロンは3だよね。この左の子の名前実は分かんないんだけど。なんだっけ名前。ちょっとじゃあ仮名でトランポリンくんで。トランポリンくんとドンケツ。はい、ドンケツだと思います。ドンケツは64からで、トランポリンくんは割と最近だよね。ちょっとごめんね、名前後で調べるね。最近のはあんまり、やっぱ昔のやつのが馴染みが深いんだよな。ドンケーツ、いて。よいしょ。そうだよね。ドンケツは64からだもんね。2013年だとなんだろう。よし、中間、イェーイ。ふふ。はい。で、フィッシュボーンとガボンですね。これはね、
ちょっとフィッシュボーン若干自信がないな。でもね、フィッシュボーンワールドだと思うんだよな。ワールドのお城とかで見た、よく見た覚えがある。だからガボンはね、3からいたと思います。3からシューリンガン投げてました。のでガボンで行きたいと思います。ぴょんぴょん。さっきから土管にぶつかるから端から登るって学習すればいいのに。土管の方が正解なのかな。イエーイ、そうだよね、合ってる合ってる、年代的にも。イエーイ。はい、パックンフラワーと文太郎、これもすぐわかりますね。パックンフラワー、パックンフラワーだって最初からいるよね。で文太郎は3からだよね。はい、では行ってきま、あーそうだ、恥、よーし、イエーイ。そうだよね、ブンブンね、また出てきてよかった。一時期出なくなったから。よいしょ、フィニッシュ、フィニッシュじゃない、ごめん、 F だからもうフィニッシュかと思っちゃった。ファイナルだった。ドッスンとトゲゾー、さあこれは、はい、トゲゾーだと思います。トゲゾーは最初からいます。でドッスンは3からだと思います。3から多いね。はーい、はーい、お、最後はどっちもドア、よし、イエーイ。そうだよね、合ってる合ってる。よし、これなんかウェイクトある。なんだ、上行ったら誰かがなんか反応するのかと思った。で最後にゃんこにしてくれると。では心してゴール。ふう、今度も全問正解、にゃーお、コースクリア。はい、今日はクイズ祭りということで Who is older 3も見つけたので3もやってきます。よし、うん、かわいい。P スイッチとよし、ここまで全問正解だから、せっかくだから全部全問正解したいね。 P スイッチとよし、はい、答えは P スイッチだと思います。P スイッチは3からで、ヨッシーはワールドからだったので。あ、でも、これあれとか入れないよね。私、ヨッシーのクッキーとかだと、ちょっといつかわかんないんだよね。多分でもね、P スイッチの方が早いと思います。ピンポン、そうだよね。ヨッシー。はい。スタート、パウ。これはタンタンタン、はい、スターだと思います。スターはだって最初からあるもんね。パウは USA かな、 USA が一番最初かな。まあでも、ね、ちょっと簡単だね。スターはだって絶対最初からいるもん。え、嘘、ええ、しかも最初から、え、え、ただいま、パウのが先、なんで、あー、さっきからずっと考えててちょっとわかったかも。あれだ、これマリオブラザーズだ、あの二人対戦の。もうちょっと知ってる人にとっては分かってると思うんですけど、あの普通のスーパーマリオブラザーズのあの横スクロールの進行する作品の前にマリオブラザーズっていうマリオとルイージが対戦する、ちょっとやばいな、停止にしないで考えてたからもう鐘が鳴っちゃったよ。あのそういうやつがあったんですよ。で下からパウ叩くとカメとかカニさんとかハエとかがひっくり返る、あのゲームが多分それのことを言ってるんでしょう。そうだそうだ、年代的に見てもそうだ。あー、うーん、ちょっとそれは忘れてたよ。中間切れた。これはつららとバーナー、つららはだって最近じゃない、割と新参者で、いつからって言われると、でもユースキンではいたと思う。
で、バーナーは3からいた。個人的にバーナーは横向きに置かれてるイメージが強いけど。え、だからこっちじゃない？なんかでも自信なくすな。こっちだと思う。あ、またドアだ。うそー。え、つらら何に出てくる？はい、ただいまです。ちょっと考えたんですけど、わかんなかったんですよ。悔しい、悔しいよ。じゃあ、まあとりあえず2分の1だからバーナーが違うっていうことはもうつららしかありえないよね。悔しい、悔しいよ。そうだよね、バーナーはマリオ3で83年だから、え、じゃあこれもマリオブラザーズに出てたの？ちょっとマリオブラザーズはなー、わかんないんだよな、あんまり。敗北を喫してしまった。2問も間違えちゃった。はい、これはもらっとくよ。あ、なんかもうすっかりテンションが下がっちゃった。ファイヤーバーとカロン、これはね、ファイヤーバーだと思います、今度こそ。ファイヤーバーが、最初から出てて、だってお城によくいるもん。もう1の4からいたもん。で、カロンが、3からだと思います。いや、なんかもうでも、自信なくしてきたわ。まあそうですよね、そうですよね、それはそうですよね。なんかファイヤーパン、昔と比べてすごいファイヤーの動き綺麗になりましたよね。ちょっとびっくりしましたもん、マリオメーカーやり始めて。クレーンとコイン？え？これってマリオメーカーから出てこなかったっけ？え、私の記憶だとこれマリオメーカーで新登場みたいな感じだったんですけど、違った？クレーンかな。これでも自信ないな。マリオメーカーからじゃなかった？はい、行ってきます。ちょっとわかんない、これももうわかんない。マリオメーカーからじゃなかったっけ。悔しいな、自信あったのにな。ちょっともうわかんないけど行きます。昔そういえばこれチキ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 って落としたのにならなくなりましたね。あれ結構音大きかったから。2019だからやっぱりマリオメーカーだよね。93年？93年ってなんだ、何が出た年だ。ワールドより後に、ワールドより後で64より前に何が出ましたっけ。わかんない、思い出せない。ちょっとこれわかんなかった。わかんなかった、考えてもちょっと思い出せなかったので、まあ知らないものは多分もう思い出せないよね。ちょっともしこの1993年でこの10コインどのゲームで出てるかって知ってる人がいたら教えてもらえると嬉しいです。コメント欄とかでもし知ってる人いたら教えてください。あ、まだあった。コインとワンナップ、これは一緒と見せかけてね、あのマリオブラザーズ理論でいくと、あのマリオブラザーズの時にもうコイン出てたからコインだと思います。ワンナップはスーパーマリオブラザーズこの横スクロールの時から出てきたと思います。1、あー、よかったよかったよかった。そうだよね、年代的に多分そうだ。あー、なんかでも、悔しいな。3問も間違えちゃった。ゴール。なんだろう、何のゲームだろう。ちょんちょんちょん V。 コースクリア。じゃあ最後にマリオメーカーの演奏コース流して終わりにしたいと思います。Thank you.
ょっと若干テンション下がっちゃってごめんなさい。コースクリア。ふう、楽しかったです。いいね。はい、では今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。この動画少しでも楽しんでくれた方と、クイズ挑戦してくれた方はチャンネル登録してくれると嬉しいです。あとちょっと答えとか、さっきのクイズのなんか説、分かる人本当にコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、ではこんな感じで終わりにしたいと思います。バイバイ、またねー。